ここに背骨があるので、これを当たっていきます。でこれ巣につける時間が長いと骨も抜きやすいんですよ、実はね。でもそうすると魚の身がパサパサになっちゃってあんま好きじゃない。全然見えない。今度は 手が隠れて見えない。本当？どうしよう。あ、いい感じ。すげえ。こういう風にここの肋骨のところ、肋骨のスタートもここにあるんですよ。こう手で探って端っこを掴んで抜く。で魚3枚にするかな。もうちょっと、もうちょっとここ全部あるんですけど、まあ、抜いたことにしよう。忘れずに後で。でこのここが硬いので、ここはこう切り離していきます。で今度皮を引きますけど、先に皮引いてから骨抜いてもいいけど、多分骨抜いてから皮引いた方が引きやすいんじゃないかな。ここの端っこからこうやって剥がしていくんですけど、ちょっとここで絶対抵抗があるので一回ひっくり返して、こうやって取ってあげるんですね。切れるかな。全然うまくいかない。ここの身をバリバリって取っちゃうのがすごい嫌なので、ここちょっと慎重に。はい。で ここの端っこは美味しくないから、まあ取りますね。でお寿司にするときにこれやんなくてもいいんだけど、私が好きなのは必ずここで切り目を。